皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターコーポレーションの滝沢でございます。ディレイを買ったら見る動画ということで、ディレイの基本的な使い方みたいな話を皆様にさせていただこうかなと思います。基本的な使い方とか、その BPM から計算する方法とか、あとちょっとこう飛び道具的な特殊な使い方みたいなのをちょっとご紹介させていただこうかなと思いますので、もしディレイを手に入れる機会がありましたら、この動画を参考にしていただけると嬉しいなという感じです。もしくは、こういうマルチエフェクターの中のディレイでも同じことができるので、マルチエフェクターを持っていたけれども、あんまりディレイを触ったことないぜという方も一緒にチャレンジしていただけると嬉しいなという感じでございます。ではでは、ちょっと順番に行きますと、まずこのパラメータの名前の話をさせていただきたいんですけれども、いきなりすげえ地味なんですが、パラメータの名前の話をさせていただきます。どのディレイでも、とりあえず3つパラメータがあるはずです。名前がいろいろあるので、一概にこうは言えないんですけれども、とりあえずミックスというつまみ、あと、フィードバックというつまみ、で、その次はタイムというつまみ。ミックスがなんかこうブレンドとかレベルという名前になっているかもわからないですし、フィードバックもちょっとこう違う名前になっているかもわからないです。基本的にこんな3つの要素がありまして、これわかりやすく言うと、このミックスというのは、量です。で、フィードバックというのは、これは回数と思っていただければ OK。回数。で、その次、コンタイムというのは、その名前のとおり、時間ということですね。時間。こんな感じの3つのパラメータがあります。なんかミックスとかフィードバックというのが残っちゃうという感じですけれども、こんな感じでイメージしてください。量というのは単純にその音量の話でございます。これが大きければ大きいほどそのディレイの音が大きくなって、小さければ小さいほどディレイの音は小さくなるという感じです。実際にそのギターの音をこうバーッと鳴らして、そのやまびこ効果でそのディレイというのは使っていくんですけれども、実音、ギターを弾いているときの実音の音と同じくらいの音量がやまびことして返ってくると、もちろんすごくうざったいことになってしまうわけなんですよ。あえてそうやって使うときもあるんですけれども、そういう場合じゃなくて、もっとうっすらかけたいときとかをこの量を減らして使っていくとか、そんな感じの使い方になります。で、フィードバックに関しては、これは回数。1回バーンとギターを弾いたら、そこからやまびこ効果が何回続くのかということです。これエフェクターによっては無限に続けることもできますし、最低1回だけ返すということもできたりとかします。で、その次、タイム。これは時間と書いてありますとおり、そのフィードバックをする時間ですね。どのぐらいの間隔で返すのかという感じです。適当に設定することもあれば、なんかこう BPM から計算して、ちゃんとこう、数字を出して設定するときもあるという感じです。もうちょっとわかりやすく図形で説明させていただきますと、こんな感じ。まず、実音がバーンとありましたと、ギターはバーンと弾きました。で、これに合わせて、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホーみたいな、そういうやまびこ効果が続くんですが、なんとなく基本的な流れを書いてみると、こんな感じ。ここの大きさですね。ここがその量なわけです。この量を大きく設定すれば、実音と同じぐらいのディレイがバーッと続きますし、少なく設定すれば、本当にちょっとだけ返ってくると、そんな感じの意味合いになります。で、ここが時間ですね。時間。この時間を長く設定すれば、やまびこが返ってくるのがすごい遅くなりますし、時間を短く設定すれば、もちろんやまびこが返ってくるのも早くなると。そんなような感じでございます。で、フィードバック、回数に関してはそうですね。どう書けばいいんだろう。ここですかね、ここ。回数。フィードバックを高くすれば、設定すれば、ずっとこのやまびこ効果が長く続くんです。ババ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 ッつって。でも、回数を1回だけって設定すると、1箇所返ってこないとかで設定することもできます。実はバンと弾いたら1回だけ返ってきて、もう返ってこない。そんなような設定もできます。さっきも言ったとおり、その回数に関しては機種によって無限に設定できたりとかして、またこうさらなる面白さがあったりとかするんですけれども、この辺はちょっと機種によりけりですが、ざっと説明させていただきますと、そんな感じです。で、実際にちょっと音を鳴らしてみますと、ちょっとチェックするときはこんな感じでチェックしましょう。普通にコードとかバーンと鳴らしっぱなしにすると訳がわからなくなってくるので、ブラッシングで確認をしていくと良いかと思います。リバーブを調整するときとかもそうですね。リバーブを調整するときもバーッとコード鳴らしちゃってると、ずっとこう、音が続いちゃってわけわかんないことになるので、ブラッシングで、ち
ょっと様子を見るという調整が良いかと思います。順番にやってみましょうか。まず、このタイムというのをちょっと長く設定しましょうか。これ今、タイム。1600とかなんで、1.6 秒後に音が返ってくる設定です。僕がバンと弾いたら、1.6 秒間隔で音が返ってくるという感じです。ディレイタイムを設定するとき、ミリセカンドという言葉を使います。1000ミリセカンドで1秒。まあ、ミリリットルとか、なんかこうミリメートルとかの、ミリですよね。その1000分の1という感じの、ミリでございます。1000ミリセカンドで1セカンド、1秒でございます。で、アナログタイプのエフェクターだと、この数字が出てこないので、勘で合わせることになるんですけれども、まあ、こういうマルチエフェクターとか、ね、デジタルの場合は、数字で出てきてくれるので、まあ、的確に設定することができます。で、ちょっと試しにタイムを 1.6 秒に設定したまま、フィードバックもババッと開けてみましょう。まあ、こんな感じで、さっきよりも多めに音を返してきてくれております。で、ミックスもガッと上げると、さっきよりも音が、音量が大きくなりましたね。こんな感じで使っていきます。トゥ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 。で、その次に覚えた方がいいかなと思いますのは、BPM による、計算の仕方でございます。適当にこうバババッとこう調整して、あ、まあ、こんなもんかなという感じでやってもいいんですけれども、場合によっては、曲のテンポとかに合わせて BPM を、あとディレイタイムを設定しなきゃいけない場合もあるので、まあ、ついでにディレイを買ったらそれも覚えておきましょう。覚えておきたい要素、公式みたいなのは2つです。2つ。1つ目が、60÷BPM かける X かける1000。これが覚えておきたい公式のとりあえず1つ目です。で、2つ目、音符によってここの X の値が変わるので、これもちょっと合わせてメモをしておいてください。全音符の場合は4。2分音符の場合は2。4分音符の場合は1。8分音符の場合は 0.5。16分音符の場合は 0.25。で、合わせてちょっと書いておいてほしいのが、譜点の場合、譜点は 1.5 と書いておいてください。どんな感じで使っていくかといいますと、まあ、もうなんとなく分かったかもしれませんけれども、本当そのままのとおりです。例えば、BPM が160の曲がありましたと、そしたらここの数字は160になるわけです。で、BPM が160の曲で、8分音符でディレイタイムを設定したいとしたならば、ここを 0.5 に設定して計算をしていきます。60÷160×0.5×1000。で、やっていくと、そのミリセカンドでの答えが出てくるはずです。ちょっと計算してみましょうか。60÷160×0.5×1000。で、やると、187.5 と出てきたのですが、まあ、この187、もしくは188をこのディレイタイムに設定してあげれば、ちょうど160で8分音符で返ってくる設定が出来上がるということです。で、ここに譜点は 1.5 と書いたんですけれども、もし8分音符じゃなくて、譜点8分音符で返したい場合は、さっき出てきた値に対して 1.5 をかけてあげれば、その値になります。さっき言ったその188、ないしは187。の値を 1.5 倍してあげると281となりまして、これが譜点8分音符でのディレイタイムという感じになります。曲に合わせてその、ね、ディレイを設定した方がいい場合もあれば、合わせなくてもいい場合もあったりとかするので、その辺はちょっと曖昧なんですが、まあ、とりあえず、ね、なんかそういう方法を覚えたならば、とりあえず使ってみることをお勧めします。とりあえず曲をなんかコピーするときに、とりあえずなんか BPM を調べて、8分音符、ないしは4分音符でなんかこうディレイタイムを設定して、わらわらと遊んでみると良いかと思います。よくあるのが、譜点8分音符とかで設定するやり方ですかね。188。こんな感じかな。フィードバックを0に設定して、
まあ、つまり1回だけ返ってくる状態にして、で、ミックスの量を結構大きくします。まあ、実音と同じぐらいのディレイが1個返ってくるという設定です。で、これに合わせて、僕は8分音符で弾いているつもり、弾いているんですけれども、ディレイタイムを普天8分音符で設定すると、16分音符のリズムを奏でることができると。この状態で適当に弾いたりとかすると、なんかすごい不思議な感じになるんですよ。ディレイがなかったら、こんなフレーズ。でも、ちょっと面白くないですか。こんな感じで普天8分音符で使う場合がすごく多いかなという感じです。もしくは普通に8分音符で返して、うっすらとディレイを設定すると、ちょっとやってみますと。188とかにしてみましょうか。このね、デジタルのね、このね、良くないところはね、この細かい設定がですね、ちょっとやりづらいんですよ。このゆっくり回すとね、その数値が上がるのがすごく遅くて、こうね、かといってなんかこうガッと上げると数値がいきなりこう300、400ガッと上がったりとかして、こうね、うん、使いづらみたいな、なんかそういうのがあったりとかするんですよね。これちょっとデジタル系の弱点ですね。ほい。例えばですけど、こんな感じですかね。今これ188に設定しているので、まあ、テンポ160の8分音符ということになるんですけれども、こんな感じでフィードバックもそこそこ設定して、ちょっと返ってくるようにしておいて、でも実音に対して、ちょっとこう小さめに返してくるように、返るように設定をすると、これでもちょっと大きいかもしれない。このぐらいですね。こんな感じで。うっすらかけてると、なんか一見、ね、聞いた感じそんな変わらないかもしれないんですけれども、なんか意外と広がり感みたいなのが出るんですよ。これ切った状態です。入れると、なんかパッと聞いた感じあんま変わらないかもしれないですけど、よく聞くとなんか広がり感みたいなのが出てるのがわかりますでしょうか。こういった使い方も、リバーブ的な使い方もディレイはできるので、こういった使い方もぜひ覚えておいていただければという感じです。どうでしたでしょうか。なんとなく理解できましたでしょうか。で、最後にちょっと覚えておいていただきたいのは、なんかこう遊びです。遊び。例えば、ミックスをマックスに設定して、フィードバックをマックスに設定しておきます。そうすると、まあ、めっちゃ返ってくるんですけど、めっちゃ返ってくるんですよ。こんな感じで。めっちゃ返ってきます。で、この状態で、このタイムのつまみをぐりぐりいじって遊びます。今188なんですけども、これを低くしてみましょうか。こんな感じで、タイムを短くすると、なんか音が高くなっていて、わけわからないことになります。逆に、タイムが低い状態から数字を大きくしていくと、こんな感じで低い音になります。こんな遊び方もあったり、まあ、ミックスをマックスにして、フィードバックをマックスにして、タイムを短く設定して、なんか弾いてみると、とりあえずこんな感じの効果音っぽいので、ちょっと面白いなって、そういう話でございます。よかったら、こんな遊びも、試してみてくださいませ。それでは、それではどうでしたでしょうか。なんとなくディレイの使い方、分かっていただけましたでしょうか。まあ、こういったものが、ね、もうたくさん触って、たくさんいじって覚えていくものなので、なんとなくこうきっかけというか、あ、こんな感じでいじればいいのかなというのが分かったら、分からないなりに、なんかバーッといじくり回してみてくださいませ。うまく使えると、ディレイもすごく楽しいエフェクターですし、とても使いやすい、面白いエフェクターなので、うまく使いこなせると嬉しいなと思います。そんな感じでしょうか。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。